ジョン・ホーブス・ロイヤル、ジョン・ホーブス・ロイルは、インド生まれのイギリスの植物学者である。ヒマラヤ山脈の植物などを研究した。インドのカーアンプルに生まれた。東インド会社に、軍医助手として雇われ、独学で、植物学、地質学を学び、ヒマラヤ山脈で、大きな自然標本のコレクションを作った。インド伝統の薬用植物の効能を調べ、現地での使用の歴史を調べた。 1837年にオンザアンチクイティオブヒンドーメディシンで研究の成果を発表した。10年近くにわたってサハヤランプルの植物園で監督者として働いた後、1837年にキングスカレッジロンドンの薬用植物学の教授に任じられ、1856年まで教授職を続けた。1838年から ロンドンの東インド会社本社に、インドの物産を展示する特別部門を指揮し、生涯を通じて価値ある博物館として完成させた。1851年のロンドン万国博覧会では、インド部門の監督者を務めた。評価の高い著作には、Illustrations of the Botany and ブ、ナチュ r Branches of Natural History of the Himalayan Mountains や1839年から、 執筆したフローラ・オブ・カシミア2巻がある。ヒソカの俗名、ロイリンや柿の木下の種ボンベイ国ンなどに懸命された。ロイヤルは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・フォーブス・ロイルを示すのに使われる。ありがとうございます。